日本のエネルギー計画9、まあ開発するにしても核分裂を利用した原発を推進する理由にはならんな話のすり替えをつ。核融合が35年後に成功する保証があるなら軽水炉は必要ないからね。さらに核燃料サイクル1000年分も必要ないかもね。そう、保証がないから、核燃料サイクルを諦めないということですよ。もし核融合発電の保証があるなら、今すぐにでもウラン原発もトリウム原発の開発も無意味になるかもね。まだ、怪しい話ばかりの原発論をやっているの W。他の資源の話は出てもすぐに流されちゃうね。流しているわけではなく他の資源も当然並行して建設する条件だからその分野に誰も反対はない。つまり反論がなく議論にならないだけですよ。どう言い訳したところでこちらの評価は変わらないね。まあ、自分たちだけが熱くなって原発喧嘩やってればいいよ。実質、君らの原発バトル会場なんだからさ。それが他の人の下したこのすれの扱い方でしょ。どうでもいいけど、たとえそれが相場の10倍近い値段で自身の子会社から燃料を買っていたとしてもコスト面では絶対に赤字が出ない仕組みだぞ。呼び方なんて何でもいいよ。少なくとも生きている間には何の役にも立たないであろう放射性のゴミが1000トンとか増えるんだよ。技術の実用化に少なく見積もって100年かかったとして10万トン。どこに、いくらかけて保管しておくつもりなんだ。リサイクルすると低レベル廃棄物が増えるし、10万トンも使い切るのに一体どれだけの年月が必要だと？使い切れない分はゴミでにしかならない。あと、君がどう容認しているかどうかの話じゃない。君が言った諦めるのは簡単だなという部分の説明を求めてるんだと思うぞ。誰が見ても、諦めるのはかなり難しいからね。官僚の自己保身しかり、原発村の利権問題しかり、諦めることを阻むものはたくさんあるのに、日本は滅ぶ三波簡単と言ったんだ。だからなぜ簡単だと言えるかの説明を要求しているんだろう。人間以外の何者でもないな。は？じゃあ何か、福島の汚染地域全域を土に埋めるのか？それだけの土をどこから持ってくるの？関東全域の山を平地に流しでもする気か？40年ではまず高速増殖炉は完成しませんよ。三次大戦でも起きれば別ですが、技術の実用化に少なく見積もって100年かかったとして10万トン。100年。それで良いのだよ。ちょうど化石エネルギー枯渇に合わせて技術開発が進めば良いかもね。君が言った諦めるのは簡単だなという部分の説明を求めてるんだと思うぞ。私の分野は、あまりにも簡単だからね。やめたと言って他に金と人材を移動すれば良い。簡単でしょう。その細部は専門家が手配するだけだ。簡単でしょう。関東全域の山を平地に流しでもする気か？そんなもん、放っておけば消滅するするものをいじる必要はない。40年ではまず高速増殖炉は完成しませんよ。三次大戦でも起きれば別ですが、高速増殖炉開発は、核融合発電の保険のようなものです。互いに保険のようなものでどれかが実現すれば無用の長物になるのが道理。そう、核融合発電に成功すれば無用の長物になる。リスクは、原発推進しても、脱原発しても、どちらにもついて回る。だから、脱原発して、日本経済破綻し失業して食べ物も買えないリスクを負担するか。それとも原発推進して、福島人災事故プラス天災を受け入れ、貿易赤字を防ぎ経済安定を図る。私の結論は、原発安全化して年間6兆9000万円の貿易赤字からの脱却を目指します。年間6兆円は誤りで、年間6兆9000万円の貿易赤字が正しい数字でした。ビデオ再視聴結果6兆9000万円の貿易赤字を確認しました。2年で10兆9000万円の貿易赤字は、経済危機であることを認識するべきです。言い訳ねえだろ。どちらも今世紀中には無理と言われている。税金の無駄。貿易赤字は原発に依存し、かつ電力を独占した上での事故と総括原価方式が原因だろ。一部を除き自由化した上で脱原発すればいい。そしたら企業も努力するようになるから、割に合わないなら火力依存からも脱することができるだろうよ。事故による風評被害のせいでただでさえ儲からない農家がやっていけなくなるのは自明だし、貿易赤字が増えることよりも、他国に食料供給を握られることの方がはるかに食べ物を買えないリスクが上がるだろ。大体、事故のせいで失業どころか会社そのものがいくつなくなったか。そもそも、管理側の体質が全く変わってないんだから事故が福島だけで終わる可能性は低いよ。事故の起きる可能性を散々指摘されておいて、最大限安全に配慮します。っていう言葉だけで済ませて、結局事故が起きました。想定内でした。かっこ自分は安全圏にいるので仕方ありませんね。責任の所在は曖昧なので誰も責任を取りません。損害は全部国民が負担してくれるので腹も痛みません。ふざけるな。簡単に事故を受け入れるとか言っているな。事故が起きれば生産、輸出、消費者、会社が激減する。貿易赤字の総額をやたらと主張するけどさ。燃料の購入価格自体は事故前と比べて倍に増えた程度って聞くけど。ここで問題なのは他国の倍以上の値段で買ってること。総括原価方式にあぐらをかいてないで努力して普通の値段で買えるようになれば原発事故前と燃料購入額は変わらなくなるよ。あと、算数も国語もできない日本は滅ぶ3に入ってもわからないかもしれませんが腸の下は奥ですよ。値上げの理由は高額な利益配当と役員従業員の高給を維持した上で処理費用を捻出するため。言い訳ねえだろ。なぜですか？高速増殖炉常用ミニアモンジュミニア不燃へと着々と進行してますよ。もちろん、発電もしてますが改良点もたくさんあるようですね。要するに大量普及建設にはまだまだ改良が必要ということだ。さらにテロと思われる人災事故もあるのでスパイ防止法が必要だ。核融合発電はやっと核融合に成功し発電のための熱源は確保した。熱を取り出す装置も並行開発しているので、あとは発電実験が残されている。熱源も100連発10秒しか持たないので、常時命令ザーへの改良が課題だ。貿易赤字は原発に依存し、かつ電力を独占した上での事故と総括原価方式が原因だろ。一部を除き自由化した上で脱原発すればいい。そしたら企業も努力するようになるから、馬鹿げている。そんな小手先で悠長なことではなく目の前の経済破綻を防げということだ。年間6兆9000万円の貿易赤字は原発分の化石燃料代のことだからだ。それを解消できるのが問題のない原発から早急に稼働することだ。その他の発電で原発分を負担するには建設20年は必要だからだ。簡単に事故を受け入れるとか言っているな。事故が起きれば生産、輸出、消費者、会社が激減する。福島はコリアン総理官ナオトがまずかったので、人災事故が起きても周りに被害をもたらさない事故に閉じ込める。それが、世界一安全な原発ということだ。そう事故が起きても被害を拡大させない対策を講じているということだ。貿易赤字の総額をやたらと主張するけどさ、燃料の購入価格自体は事故前と比べて倍に増えた程度って聞くけど、ここで問題なのは他国の倍以上の値段で買ってること。燃料代は、今後高くなっても値下げ交渉は不可能だ。一度脱原発と吹聴すると、相手もバカではないので皆倍以上の価格を日本に押し付けてきているからだ。総括原価方式にあぐらをかいてないで努力して普通の値段で買えるようになれば原発事故前と燃料購入額は変わらなくなるよ。それで良いのだ。
そこをいじくっても50歩100歩の違いしか出ないよ。そう、そんな小手先で鬼の首を取った手柄にはなりませんよ。あと、算数も国語もできない日本は滅ぶ3に入ってもわからないかもしれませんが、蝶の下は奥ですよ。鏡を見なさい。君のことだとわかる。了解そうだね。6.9 兆円の誤りでした。つまり2年で約11兆円弱の貿易赤字だ。他の発電建設では10年以上建設期間が必要であり、当座の貿易赤字対策にならない。だから、悠長でのんきな審査などやってたら福島以上の大きなリスクを負担することになる。そう、問題のない原発から早急に稼働し貿易赤字解消に努めるべきです。そうでないと、必要な化石燃料も買えなくなります。文字ですが、ところ発電実績で単価を計算すると 1kW1 万円だそうです。8000億円かけて20億円分しか発電できていません。落下事故であわや関西が滅びる規模の事故が起きるところでした。ドイツやフランスは安全を確保するには技術も予算も足りなさすぎるのですでに諦めています。そうですね、8000億円かけて20億円分の電気ができてますね。総括原価方式だと単純計算でもキロワットあたり7000から8000円ぐらいですか。安いですね、かっこ。通過すでに普賢派廃炉手続きに入ってるはずです。まあどう見ても官僚あたりが高速増殖炉は間違いだったと認めて責任取らされるのが嫌だから認めずに続けてるだけというのが現状じゃないかな。すでに1兆以上は積み込んでるし、じゃあ適正価格で燃料を買えばいいよ。それだけで増えたという赤字分はなくなる。災害時の対策を怠った東電が指摘されたにもかかわらず全電源喪失の可能性を無視した前安倍内閣とかの責任は無視して、菅直人だけ悪いみたいに言ってばっかり、よほど菅直人一人に責任を押し付けないと都合が悪いみたいですね。アホか？というかニュースとか国会とか見てないのか？電力会社に高い値段で売りつけてるのは、電力会社の子会社だぞ。交渉するまでもなく下げようとさえすれば何時でも下げることが可能。いいえ、上記の理由で確実に安い値段で買えます。ここでする努力は、電気を安く提供しようとする努力です。6.9 兆、6兆9000万って書き換える人に言われても痛くも痒くもないです。だからもともと3兆ちょい分買っていたものが7兆弱分に増えたなら、無駄に払っている 50% を払わなければいい。対策にならない？燃料費が事故前と同程度になるのに何が問題なの？つまり、原発を止めると電気代が上がるという脅しのためにわざわざ子会社経由で対米価格の9倍で買ったというわけですね。もちろんその差額は子会社にプールされてると考えるのが普通ですね。8000億円かけて20億円分しか発電できていません。開発費ですよ。原発燃料代1日に189億円年間 6.9 兆円が1000年確保、イコール、世界が採用すれば1000年分のエネルギーを世界が確保できる開発事業ですよ。安いものでしょう。ロイヤリティ1割として大金持ちの日本になれる事業です。落下事故であわや関西が滅びる規模の事故が起きるところでした。その単純落下事故、ボルト落下事故ともにテロ事故に近いから職員の身元調査を、しっかりできるスパイ防止法が必要だということですよ。その落下中継筒がやっと取り出しに成功し修復しさらなる落下物の有無を確認して次の段階に進む予定です。通過すでに普賢派廃炉手続きに入ってるはずです。データ収集が目的で完了したから、次の段階の設計を進めていますよ。いいえ、上記の理由で確実に安い値段で買えます。基本的にどうでも良い小細工に過ぎない。暇な時に、やれば良い小細工です。決定的に安く外国に影響を受けずに安定的にエネルギー確保は、原発核燃料サイクルの確率が核融合原発開発成功にある。6.9 兆、6兆9000万って書き換える人に言われても痛くも痒くもないです。だからもともと3兆ちょい分買っていたものが7兆弱分に増えたなら、無駄に払っている 50% を払わなければいい。対策にならない？燃料費が事故前と同程度になるのに何が問題なの？どんどん値上げして応じなければ輸出停止と脅している相手に、ぜひあなたが交渉して半額にしてください。英雄と称えますよ。電気料金の値上げはこれからも続く。そうなれば貧乏人から徐々に原発賛成にくら替えしていくはずだな。衆議院選挙でもその兆候はあったし、参議院選も楽しみ。高コストの再エネを増やすんだから、間違いなく高くなる。一体誰が得なのか。今の技術では採算の合う運営は無理だから積み込めば積み込むほど単価が上がっていくよ。アホか？スパイ防止法ができたからってスパイがいなくなる役じゃない。それにあれは設計上の欠陥って聞いたけどスパイが原因っていう根拠はあるの？っていうか日本は滅ぶさん。あんた前に高速増殖炉はもともと不可能だったって明言してなかったか？は？増えた分の赤字が丸々なくなりますな。東電の子会社が相場の倍で東電に売りつけているものを普通の値段にするだけのことがどうでもよい小細工。結局原発稼働が前提で理屈を後伏してるから支離滅裂になるんじゃない？だから、それをやってるのは東電の子会社なの。東電が安くしろって言ったら安くするよ。一応言っておくな、投票制度の欠陥で自民党が勝っただけで投票時の世論調査では脱原発派は8割だったそうな。電力会社と官僚と政治家と原発村、隕石衝突についてこれまで誰も言ってこなかったようなんですが、原発は地震や津波だけでなく隕石衝突についても安全でないってことなんですか？落ちてきたらどうしたらいいんですか？原発からできるだけ離れるしかないんですか？今の技術では採算の合う運営は無理だから積み込めば積み込むほど単価が上がっていくよ。何の問題もない。原発分燃料費年7兆円弱で全燃料代年20兆円強ですから安い投資と言えるのです。諦めても良い時とは、意外と早く核融合発電が市場に参入できた時ですよ。それまでは、互いに日本のエネルギー安全保障の保険金取り返すればよい。現在 90% を化石燃料に依存しているがオイルガスラインが寸断されたら日本の手上げだ。アホか？スパイ防止法ができたからってスパイがいなくなる役じゃない。設計上の欠陥は改善するが、職員のテロと目される単純ボルト投げ込み落下とかの妨害が、ミスと断定しがたいものがあり、テロ防止法で徹底的に洗い出す必要があるからですよ。つまりテロかミスか断定する前に退職逃亡を許してしまっているということです。っていうか日本は滅ぶさん、あんた前に高速増殖炉はもともと不可能だったって明言してなかったか？ところで、あんたよほど日本を滅ぼしたいのかい？私は日本復興繁栄を願っているのですよ。トリウム原発富士を設計した古川氏の言を引用して言っていたことはあるよ。しかし常用文字普賢民や改良設計へと着実に前進しているので NHK 情報、ここは頑張れと応援している。東電の子会社が相場の倍で東電に売りつけているものを普通の値段にするだけのことがどうでもよい小細工。結局原発稼働が前提で理屈を後伏してるから支離滅裂になるんじゃない？そんなものは、日本人同士の利益配分の問題であって小細工でしかない。大切なのは、外国に富の垂れ流しを防止して日本人に利益分配の大きなパイを作るのが原発だと言っている。だから、それをやってるのは東電の子会社なの。東電が安くしろって言ったら安くするよ。馬鹿げている。日本人同士のパイと取り合いをどうするかではなく、外国にパイを垂れ流すのを止めよ。日本国民に分配することが最も大切だ。
利益分配云々は、単なる無能な人間のやきもちに過ぎない。ロシアの大型隕石は1万年に一度のリスクで世界中そのリスク対策はないですよ。原発は40年寿命で大量原発へ移行する。つまり地球滅亡が50億年と同じことですよ。そう、地球は燃え尽きた赤色巨星太陽、ガスの太陽に飲み込まれて酸を止めるのですよ。そのリスクは、現在の人類が考慮することではない。隕石で大きく観測可能なものは、原爆力で移動させる計画はあるけどね。成功するかどうかは未知数です。ロシア型の隕石は観測では見つからなかったようですね。ほらやっぱり数字の見方が変。原発を稼働していても燃料費 3.5 兆円ぐらい使ってる。それなのにその分を無視するのは、原発推進派がよく使う。数字は間違えていないが何の数字かな全然違うというタイプの嘘。原発を動かして増える燃料費の赤字は3から4兆ぐらい東電が適正価格で燃料を買えばむしろ原発を動かしていた頃より安くなるよ。はあ何百年後ですか？ボルト？そうか落下し装置って3トンもするボルトだったのか？かっこ棒。ただでさえ借金が増え続けてるのに完成時期が未定になったものに積み込み続けんなって言ってるんだよ。で結局自分で無理って言ってたことはスルーなんですね。だから、燃料費の赤字が増えた分のほぼ全てが東電が子会社使ってピンハネしてる部分。正常化すれば原発を停止することによって増えた赤字が解消するのに小細工。引き算できますか？つかやっぱりあんた東電関係者だろ。つまりこう言いたいのか？東電は日本の企業だからどれだけ消費者からぼって食ってもよい。本来なら危険な原発依存から脱却できるのに、原発を動かしたいからという理由で、上げる必要もない電気代を倍に釣り上げるという理不尽な理屈にくしろ。アホか、生活に必須なものを独占している企業が、原価に利益を上乗せすることを法律で守られていることにつけ込んで、本来なら原価自体が半額で済むものを、ピンハネ用会社を作ってなればいい。見方によっては9倍の原価にして、差額をプールした上でさらに利益を上乗せしている。ヤクザの方がマシなレベルのことに憤らない人がどこにいますか。あれ原発推進派さんとか電力会社の言い分では日本の原発で重大事故を起こす確率は1000万年に一度だったはずなんですが、その1000倍もあるリスクを対策が必要ないって言うんですね。